夏季特別講習、詳細は右上のリンクをクリック。結果が出ないからやめとこうって、うん、逃げの姿勢を持ってしまうと逃げ癖がつく、うんうん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの中桐です。学びズムの今井です。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今日の質問です、はい。模試の時期が近づいてきているのですが、正直いい結果が出る自信がありません、うん。受験直前期には受けようと思っているのですが、この時期でも模試は受けるべきですか、質問ですね。なるほど、なるほど。まあ志望校によりけりかなというところもありますけど、うん、まあ僕個人的には模試は全然受けて損はないかなと思います。さすがに形式が全然違うものとかに関しては受けるか受けないかちょっと考えてみた方がいいかなと思うんですけど、うん、まあ、あまりにもその自分が今思ってる、まあ、今質問してくれてる子もそうですけど、いい結果が出る自信がないっていうのが、頑張ってるけど、試験で結果が出ないのが不安とか、そういうのはまあ置いといて、もう全然勉強進んでないのが分かってるのに受けるの無駄っていうふうに考えてるんだったら、それは受けなくてもいいかなと思います、うん。ただ、まあ、模試っていうのは普段の勉強と違って、時間制限があって、しかも僕が模試受けた方がいいと思ってるのは、やっぱりそのランダムで問題が出るからなんですよね、うんうん。やっぱその例えば数学の勉強とかでも、その最初から参考書やってると、数と式をやって、二次関数をやって、三角比をやってっていう風に、そのある程度単元が固定されているんで、うん、自分が分かったと思ってても、その無意識的に自分の能力じゃなくて、その、まあ、丸暗記してしまって出てるものっていうのはあると思うんですね、うん。でそれが試験っていう形になると、こういうところとこういうところから出てくるみたいな感じで、その自分の知らなかった視点から問題を作ってくれる人っていうのがいるので、まあ、そういうところでその自分が本当にその単元を深く理解できてるのかどうかを知る機会になると思うので、もしは、まあ、さっき言った通り、よほど自分の実力とか進路とかとかけ離れてるとか、形式が大きく違うとかじゃなければ、全然受けて、今後の自分のステップアップに使っていってくれたらいいかなというふうに思います、うんうん。はい、じゃあ僕からは、まあ、この、まあ、質問の、まあ、言葉のあやなんやけど、うんうんうん、そのいい結果が出る自信がない、うん、だから受けない、うん、この理論が成り立つんやったら、自分の志望校届かんかったら受けないのかっていう風な話になる。その今もうほぼほぼ中桐先生が言うてくれた通り、もしの、まあ、その活用とか、うん、その全部言ってなくても自分ができているところのチェックだとか、うん、ランダムで出てくるところでっていうのは、はい、もうすごい効果的やと思うし、うん、でもそのある程度な、もちろんそのまだ古典文法入ってへんとか、うん、英単語がまだ500個ぐらいしか覚えてないとかやのに、うん、長文のランダムがなんだみたいな話ではないやんか、はいはいはい、それはきついと思うから、うん、そういう場合は受けなくていいと思うんだけど、うん、ある程度英単語も入った、文法も入った、英文解釈とかもやってる、長文にも軽く触れている、うん、英語やったらな、現代文やったらある程度読解法もやってるし、古文もやってる、数学やったら、もう 1A とかの、うん、ある程度の基礎の解放パターン、センターレベル初期ぐらいまでやったらいけてる、うん、みたいな状態やけど、でもまだ 2B がまだ古典の、うん、読解の演習そんなにしてないしっていう結果が出るのが怖いから受けないってするのはやめてほしいかな、うんうんうん。結局過去問とかやり始めたら打ちひしがれる毎日が来るんよ、うんうん。そのすごい、まあ、ごく稀に9月からずっと合格最低点出続けて、夏も出てて、もういつ受けてもどうしちゃ受かりますよ、立教受かりますよみたいな子もやっぱり時たまいてる、うん、けど多くの受験生が苦しみながら苦しみながらもがいて、そのストレスと戦ってやっぱり勝ち抜いていくやん。それをやっぱりこう結果が出ないからやめとこうって逃げの姿勢を持ってしまうと逃げ癖がつく。結果が出た時にそれと真摯に向き合えないようになる。打たれといたらいい、今のうちに変な話やけど、うん、打たれといてもらいたい。それその上でそのストレスがかかった状態の中でも、文法がランダムで出てきた時制の問題って気づけなかった、じゃあこれ仮に気づくにはどうしたらよかったんか、じゃあ気づけた後どういう手順で解いていけばよかったんかって、次そのストレスから解放されるために自分がどういうアクションを取るべきなのかっていうビジョンが明確に描けるようになれば、これから過去問やろうと何をしようと、どんなだけ結果が悪くても前向きに頑張って進めれると思うから、うん、そういうマインドはやめた方がいいんじゃないかなと。まあ全否定するつもりはないよ、もちろん勉強の進捗とかと相談して、もし受けるか受けへんかっていうのは決めてくれたらいい、やけどある程度進捗進んでるのに結果出えへんやろうから受けないっていう風な逃げはやめといた方がいい、うん、これから先の受験とのストレスとの戦いに打ち負けちゃうからね、うんうん、それが僕からのアドバイスかな、はい、うん。それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。